コロナ禍の現代、改めて読み直され光を放つ書があります。コヘレトの言葉、紀元前のエルサレムで書かれた旧約聖書の一部です。その中には一見人生を悲観するような言葉が並び、長らく異端の書ともされてきました。作者の正体は謎に包まれています。コヘレトとはヘブライ語で集める人という意味、民衆を集め生きる知恵を語る人物だったと考えられています。危機と苦難の時代を経て生まれたコヘレトの言葉、それは今どのように響くのでしょうか。11月7日、アメリカ大統領選挙に臨んだバイデン候補が勝利演説を行いました。アメリカの社会で分断が進む中、結束を呼びかけるその演説では、コヘレトの言葉が引用されました。The Bible tells us, to everything there is a season, a time to build, a time to reap and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America. それは、コヘレトの言葉の中でも最も知られた時の詩と呼ばれる一節でした。天の下ではすべてに時期があり、すべての出来事に時がある。生まれるに時があり、死ぬに時がある。植えるに時があり、抜くに時がある。殺すに時があり、癒すに時がある。壊すに時があり、建てるに時がある。泣くに時があり、笑うに時がある。嘆くに時があり、踊るに時がある。石を投げるに時があり、石を集めるに時がある。抱くに時があり、ほどくに時がある。求めるに時があり、失うに時がある。保つに時があり、放つに時がある。裂くに時があり、縫うに時がある。平和の時がある。人が労苦したところで何の益があろうか。神はすべてを時にかなって麗しく作り、永遠を人の心に与えた。だが神の行った技を人は初めから終わりまで見極めることはできない。